皆さんこんにちは。動画見に来てくれてありがとうございます。今回もスターフォックス64、今回ソーラやっていくぜ。進める。さあ、ソーラといえばあれだね。そこは灼熱地獄だ。アウィンの機体では心配だ。無茶をするな、フォックス。頭を冷やしていきますよ頭を冷やしますじゃなくて、頭を冷やしていきますよか。さあ行くぞ、絶対絶命。行くぞ。いいね、いい雰囲気。さあ、グツグツ湧き立っているのは、そう、恒星であるマグマの牛だ。さあ行くぞ。デケデケデッデデ、いいよね、この戦隊もののね、BGM。 さあ減少注意。そう、ここはね、そうそう、常にシールドが減ってるから、上に行けば行くほどこのダメージをね、ねえ、持たないかもね。すごいな、9000って。いや、ペッピー喋るな、お前は喋るな。おいよ。さあ、ここでそう、下に下がれば下がるほどライフが、そうそうそう、ライフが減るのが早いから、よし。これでもね、ライフが1になっても一応耐えられるんだよね。だからまあ、でも上の方にいるのが大切。表面温度6000、なおも上昇中。あ、すごいね、6000って。さあ、ここで、お、いいね。さあ、あれは、いやー、とととと、これは倒せるのか。うい、いや、ペッピーもう喋んないで、頼むよあなたは喋らないで、ペッピー。おいよ。さあ、どうだ。あ、気づいた。俺はお前たちの仲間じゃねえぜ。あっち系。助かったぜ。危うくケツに火がつくとこ。ごめんごめん、コメント聞く前にやっちゃった。そうだね。だが喋んない方がいいぞ、特にペッピー。ペッピー、今お前は喋るな。ボムがいっぱいあるんだよね。ここは切り抜けてって、はいよ。あそこの光ってるやつやったらね、全開、体力の全開できるあれやつだから、アイテムを落としてくれるっていう。はいよ、ボムなんだね。じゃあボム、あんまし使ってもね、意味ないような気がしないけど。あ、取っちゃった。まあいいや。まあそういうのもありでしょう。さあ、壊してて。おお。さあ、たくさん出てきて。熱いね。うわ、来た。ブレーキ。なんだって。アンドルフの野郎、狂ってやる。うじゃ。モニターに表示するよ。これどこだっけ、腕か。よし。多分腕だ。腕を狙え。了解。あれ、これね、それで銀のリングをね、どんどん取っていかないと、結構厳しい戦いになるんだよね。さあ行くぞ。どうだ。うい。かわしていく。なるほどね、そういう言い方ね。うい、来るぞ。どう、当たり判定がない。よし、 OK。 さあ、次は左手だ、坊ちゃん。ほら、バイオウェポンだろうがなんだろうが、いって。 OK、 いいよ。さあ、ちょっとこれで遊びを入れて。おお、すごい、グロい、ちょっとやめた。さあ、これで連打してるともう倒せちゃうけど、ここで一回、あー、ちょっとシルバーリングを欲しかった。どうだ。さあ、どこから来る。え、なんで。あー、そうか、熱か。おー、すごーい、すごーい。やってから、ここはよいしょー。さあ、宙返りやってって。いいよ。やばいやばい、やられるやられる。よし、うーい、ててててて、チックショー、回復取った直後にやりやがって。さあ、ここはボムを一発。おら、あー、まだ
あーいで、あーやばい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 、やられた、本当にやられる。さあここで、さあはははははさあ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 、もう俺は体力には自信があるぞお前たち、あとは殴り殺しにするだけだ貴様なぞ。さあどうだ、あとのこの一発のボムで切り崩してあげようか貴様ら。さあ来たぞ、ここは無敵状態なんだっけ、無敵か。でここで宙返り、やっほい、いいね、かっこいいよフォックス、輝いてるよ。でここでポンポン、イエーイ、敵きつい、ああ首が吹っ飛ぶ。さあ作戦完了、電気報告せよ、大丈夫だ、呼ぶ、本当だよペッピー、次のステージダメなんじゃないかペッピー、他人のことより自分の心配をしたらいいってことよファルコ、大丈夫大丈夫。さああんま回復しなかったな。さあ72、さあレッツゴー、こんな暑いところはねさっさとやってって、次はなんか氷のステージとかか、もしかして。さあ、お、なんかキラキラ光ってるよ。さあ次のステージだ。さあという感じでね、あのこれからももう一つあと2ステージ、あと1、2、3ステージで最後面だね。よし、こんな感じでね、あの次回もやっていくので、ぜひぜひ見に来てください。それではまた次回のところでお会いしましょう。あっつい、バイバイ。